ワシリエフスキー島の東の端には、旧サンクトペテルブルク証券取引所と日本の勝利島がある。旧証券取引所と、ロストラ柱ワシリエフスキー島ワシリエフスキー島の位置、ワシリエフスキー島はロシア第二の都市、サンクトペテルブルクのフィンランド湾に面した島で、市中心部からネバ川の橋を渡った、便利なところで、宮殿や政府機関が多く所在している。 ワシリーエフスキー等の名は、以前スウェーデン領あるいは、ノルウェー領であったことから、当時の名前をロシア語風にしたとも、サンクトペテルブルクの都市建設を始めた、ピョートル大帝の部下、ワシリー・コルチミンにちなむとも言われている。島に住む、ワシリーに宛てた、ピョートル大帝の手紙が残っていることから、後者の由来が信じられており、島には、コルチミンの像も混流されている。 ワシリエフスキー島北緯59度56分統計30度16分、北緯59.94度統計30.26度 59.、59.9430.26は、ロシアサンクトペテルブルクのネバ川川口の近く、小ネバ川と大ネバ川に分流するところにある。南北を両川に挟まれ、西側はフィンランド湾に面している。 面積は19.3平方キロメートルで、行政的には、ワシリエオストロフ区にあり、人口は20万9188人である。島の東端は、ストレルカと呼ばれていて、旧サンクトペテルブルク証券取引所と日本の勝利塔などがあり、観光客に人気がある。ダイネバ川川には、クンストカメラ博物館、ロシア帝国アカデミー、 サンクトペテルブルク国立大学のメインキャンパス、12役所、メンシコフ宮殿、アンドレフスキー大聖堂などがあり、すべて18世紀からの建物である。比較的新しいものは、電車博物館などである。島の西側の開発は、比較的最近のことで、ソ連時代のアパートや、港湾施設が立ち並んでおり、埋め立てによって造成された土地もある。 工場としては、バルチック造船所などがある。また、プーシキンの家も、ワシリエフスキー島にある。サンクトペテルブルク地下鉄3号線の、ワシレオストラフスカヤ駅、または、プリモルスカヤ駅で下車。市中心部からは、宮殿橋、または、ブラゴベシェンスキー橋でネバ川を渡る。ペトロパブルフスク要塞方面からは、ブルジェボイ橋で、コネバ川を渡る。 島の西部には有料の西高速直径道路が南北に走っていて北方面と南方面でサンクトペテルブルク環状道路へ接続している。ありがとうございます。